皆さんこんにちは、武田塾の清水です。川野です。今回は禁断の質問への回答第2弾。おお、ひんやりシリーズですか、これも。そうなんですよ、またね、はい、ひんやりさせちゃう。で、何回ひんやりさせるんだって話なんですけど、夏なんでね、それくらいでいいんじゃないですか。そうなんですっていうのと、夏以降にやっぱり失敗したって思ってほしくないからこそ、はい、ちょっとね、やっていきたいと思います。今回の質問は、参考書何やったらいいですか。多い質問ではありますよね。そうなんですよね。高1とか高2の勉強始めたてとかだったらまだいいんですけど、うんうんうん、これをね、夏以降にしてくるってなると、うん、警報アラームが鳴っちゃう質問になってます。なってる。時期も関係あるんですね、はい、受験生がね、もうこの夏の勉強っていうのはやっぱりもう志望校も固まっていて、でそれに向けて残りの期間で何をやっていくかっていうのを、うん、本当1日単位でこう戦略的にやっていきたい時期なんですね、はいはい、それにもかかわらず、そもそも参考書が何やったらいいかもわからないと、どういう順番でやっていくのかも今分かってないってなっちゃうと、なかなか第一志望への合格、特に難関大への合格がかなり厳しくなってくるんじゃないかなっていう印象がありますね。はい、これまあなんでまずいかっていうと、その場しのぎの勉強になってることが多いですよね、うん、受験合格まで必要なことが何なのか見えてない状態で、とりあえずこれやってみるか、じゃあその次とりあえずこれやってみるかみたいな、とりあえずで行って間に合うのみたいなね、こういう風にその逆算して長期的な俯瞰的な計画がない子に多い傾向にはありますよね。大事なのって、志望校があって、そこから逆算して現状今何をやるべきかっていうのを把握するっていう計算じゃないですか、うん、はい、にもかかわらず、まず今はじゃあこの人気のなんかこの参考書有名だからやってみるかみたいなこれやっちゃってると、受験のね直前とかに、はい、あ、全然レベル足んなかった、うん、どうしよう、何やったらいいんだろう、あ、はい、これやんなきゃもう間に合わない、あ、これはね、また来年みたいな、ひんやりになっちゃいますね。ひんやりですね、それは。今ね、せっかくこれを見てくれてる君にはね、絶対にそうなってほしくないから、うん、ここでしっかりと志望校、そして志望校に向けて何をやるべきなのかっていうのをしっかりと確認してみてください。まあそうは言ってもね、みんな参考書研究してる時間そんなないと思うんで、うん、まあ、武田塾のルートを元に考えてもらって、別に完全に一緒じゃなくてもいいんですけど、例えば英語だったら順番で勉強していく必要があって、これぐらいのレベルの参考書までやらないと、まあ、どこどこ大学届かないんだなっていうのを把握した上で勉強してもらうっていうところなんで、まあ、YouTube の動画でも見てもらってもいいですし、また武田塾の無料受験相談行って、まあ、ルートもらってっていう形でも大丈夫なので、これを例えば9月とかにね、受験相談に駆け込んでくるのは絶対にやめてほしいんです、はい、9月になってこの質問しちゃうくらいなら、今すぐね、一回何をやったらいいのかっていうね、受験相談に来てもらって、ぜひね、この夏の方針を固めて、この夏でしっかり自分がやるべきことをやりきれる夏にしてください。はい、今回は以上です。高田先生、はい、あの夏だけ武田が今年も始まるみたいですよ。あの勉強習慣がめちゃくちゃ身について、勉強法もまるっと変わる、あの夏だけ武田っすね。そうなんです。今は入会金無料で武田塾に1ヶ月勉強してもらいます。君も勉強時間爆増間違いなし。詳しくは概要欄から。